皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー元気に楽しく真面目にそして爽やかにやっていきましょう。今回も、視聴者様に送っていただいたコース遊んでみたいと思います。スピードラン4、少し本気を出してみたレオンさん、今のところ137/0、クリア0、鬼畜コースでございます。実はちょっと中身を覗かせていただいております。で、無駄な部分はできるだけ省いていきたいと思うんですが、まずここいきなりの B ジャンで、本当はここ多分ヒップ耐久をさせたいんでしょうけれども、ヒップ耐久する必要が実はないということに気がつきました。はい、あえてこのスタート地点で数秒待ってれば OK です。あ、まあ B ジャンできなければ何の意味もないんですけどね。ここでタイミングを見計らっての、 B ジャンできなくてのということでハマっております。多分ね、道中いらないギミックが結構たくさんあると思うんですよ。そういうところをうまく省きながらやっていかないとタイムが間に合わないんじゃないかなと思います。こう来てこう来て降りるでしょ。ちょっとこれじゃ遅いのかもしれない。で、ここに孔明さんがあるんですよね。最初何に使うのか分からなかったんだけど、多分ここは登らないといけなくて、で、あのボム兵さんも意味ありげにいらっしゃるんですけど、別に特に意味はなかったと思う。で、ここでヒップして、あ、これミスっちゃった。これ被らないとダメ。なんで今被れなかったんだろうな。蹴っちゃったよ。ほい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 、この辺かな。よし、この辺この辺この辺の、あ、ちょっと早すぎた。もうちょっとゆっくり。というか、スタート地点から全然進んでいないですね。もうちょっとスピーディーにやらないと、さすがに間に合わないような気もするんだけれども。この上のハテナブロックですね、セーブして覗いたら中身バネが入っていたんですけれど、使い方がいまいち私はわからないんですよ。なんで今回は使わないでいきたいと思います。そして P スイッチを踏めない。スタート地点で、マリオのスクワットを少しやってからの、P じゃん 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 P じゃんで、ここを登っていく。どうせここで待ち時間ができちゃうんですよね。これが正しいのか。他にも探したんだけど、多分ないはず。なんでここ、入っていきましょう。あ、何なんでしょうね、あのボム兵さんは。ただの嫌がらせ要因なのかな。使い道が分からないんですよね、あいつも。よいしょ。なんでここで耐久して、よいしょ、やばいやばい。ここでグザるわけにはいかない。この P スイッチも本当は降りてきたところでうまーく踏んであげたいんだけども、なぜこうなるかな。ここでこうやって入っていくじゃないですか。やっと戻ってこれたんだけど、ここ、あ、ヒップドロップしたかったんだけど。はい、やっと戻ってこられました。ヒップドロップを決めたらメットをかぶって、ここね、このまま勢いでいっちゃっていい気がするんだねって。なんでここのメットもまたかぶれないかな。時間も余裕があるわけじゃないんで、できるだけサクサクいきたいんですけど、しまったー。ここね、ヒップ耐久決めた方がもちろんタイムは早いと思うんですよ。でも私ヒップ耐久が大の苦手なんですよ。なんでできるだけやりたくない。成功率がほぼゼロ、私。なんで、しょうがないんで、こうやって、ズルをしておりますが、よいしょ。まあ、これも、いいんじゃないですかね。時間が、クリア間に合うのであれば、よいしょ。ここでもメットをかぶって落ち着いていくよん。で、ここ、よいしょ。別に三段ジャンプも何も必要ないんですよ。ここも最初行き方わかんなかったんですけどね。あー、やっちゃったー。ここのメットもね、できれば一番早いタイミングでかぶれればいいんですけど、ここ三段ジャンプね、しようとすると上の時にザクっちゃうんですよ。なんでなかなかそれも難しい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい。いいんじゃないかな。ここのね、隠しブロックを出すのは多少ゆっくりになっちゃっても大丈夫。どうせ、ここで待機時間ができちゃうんで。
残り25秒、タイムは早いけどここが突破できないと何の意味もない。さてようやくここまで来れたけど残り9秒で間に合うのかな。間に合わなそうだな。6、5、4、3、2、1、ほら間に合わない。はあ、残り26秒、さっきよりも1秒ぐらい早いけど問題はここなんだよな。ここが突破できないんだよ。ほら畜生、もうここ狭いんだよ。残り14秒、さあ今度はどうだ。残り7秒。あー嘘だろー、もうやだ、もうやりたくねえ、もうやりたくねえ、もうやりたくねえ。どうだ、やったよ。やっとクリアできた。もうコース募集するのやめようかな。
ピードラン4、少し本気を出してみた。一番乗りしました。お疲れ様でした。よくやった俺。よくやった俺。頑張った。はい、それでは次はこちらのコース遊んでいきましょう。スペルマママンチョフさん、20連結コーラードシェルトレイン。今度のはクリア率も高いコースになっているんで、きっとすんなりクリアできるんじゃないでしょうか。お邪魔します。また強制スクロールになってるのかな？そういうわけで、あ、OK、わかりました。これもある意味強制スクロールといえば強制スクロールみたいな感じがしますね。で、上から何か落ちてくる。わおー、わおー、わおー、わおー。なんかもう指が動かなくなってる。畜生め。花ちゃんがいらっしゃった。よく見て落ち着いていこう。なんかね、もう指が緊張でこわばっちゃってます。それにしてもこういう仕組みを思いつく人ってすごいよな。 IQ が高いのかな、何なんだろう。まあ、頭はいいですよね、間違いなく。よいしょ、しまった。かなちゃんに乗っての、かなちゃんに乗っての、次かのんちゃん。うお、何やの動き、すげえ面白い。おーいおーい、七光がなんか投げてきてた。あ、これは青狩りじゃないとね、やっぱりね。青狩りだったらプラス5点、回転があるんですが、お、やーいやーいやーい。鍵持ってるわけじゃないのに、持ってるのかと思っちゃったけど。エグジットハード、まあせっかくなんでハード言っておきましょう。中間、これはありがたい。そしていつでも戻れるスタイル、これもありがたい。次はなんだ、次トゲかスピンジャンプか。オッケー、任して。スピンジャンプの天才と言われたい、言われたいだけだけど、この私にかかれば余裕ですよ。テレサを超えたら、ほい、これ難しいね。まあいいや、キノコがあったんでご利用ししちゃおう。メットがあったけどご利用しはできないけども、なるほど、デブブロスをうまーく超えていけと、そういうことでございますな。 OK、 わかりました。まあきっとこれでクリアできるんじゃないでしょうかね。まあ、あれ、ここで戻るのって新しくないですか？そうでもないですか？あ、そうですか。わかりました。なんか難易度上がってますよ、これ。気のせいですか？どうなってんの今、トゲ像がバラバラになってたよ。これ新しいフラグ回収の方法としていいんじゃないでしょうかね。うん、今度は全部くっついてる。よかった。さっきのじゃさすがにクリアできないよ。レーマー。なんでこんなところで当たっちゃうかな。テレサちゃん、こんにちは。お、無事クリアで突破できた。ほいほい、いいんじゃない、いいんじゃない。早めに抜けていこう。こうか、オッケー、よかったね。なんじゃこりゃ、この辺この辺この辺、ここ、そしてここ、オッケー、完璧で、っていうと、スタートってプロペラで最強状態。あ、クッパ倒すの見忘れた、畜生め。でも、無事か。ふふー。よし、なんとか、これで、2コースクリアできたから今日は終わりにしようかな。20連結コーライド、シェルトレイン、スペルマママンチョウさんのコースでした。ありがとうございました。では今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録お済みでない方、よろしければぜひお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。